皆さんこんにちは、イムランです。イムランのモチベーション講座6の時間がやってまいりました。どうですか、モチベーションはもうかなりマネージできてるんじゃないかな、管理できてるんじゃないかなと思います。できてない方はまた一からご覧いただいて、何をどうすればいいかというのをちょっと整理してみてください。そうすれば大丈夫なはずです。 OK? Alright, so 今日もミクシーでいただいたコメントからいくつかピックアップしてお話をしたいと思います。 OK? So こんなコメントをいただきました。頑張って英語を勉強して外国人に行った時に全く伝わらなかった時、モチベーションが下がる。自分の発音のできなさにがっかりです。自信をなくします。 OK? そういう場合は自信をなくしきってください。そしてその出来事のことをまず忘れましょう。 OK? そしてちょっと問題解決モードになってみましょう。問題解決モード、自分が問題を解決するためにはじゃあどうすればいいかなというのを考えるモードです。テンションです。 OK? もしまだそのテンションになれなかったら大丈夫です。適当に僕の話を聞いててください。 OK? So, 英語を勉強している方というのは何かがあるとこうモチベーションが下がります。自信がなくなります。せっかくやってるのにできなかった、うまくいかなかった、当然これはモチベーション下がりますよね。でも幸いほとんどの方というのは何がいけなかったかというのもちゃんと分かってるんです。例えば今コメントいただいた方に関して言うと、発音のできなさ、自分が発音ができてない、発音ができなかったからせっかく勉強して覚えた表現言うんだけど相手に伝わらなかった。 OK、 じゃあ発音を良くすればいいんですね。発音を良くすれば今度覚えてった時に、英語を覚えて外国人のところに行った時にちゃんと伝わるようになりますよね。 OK、 なので発音をガンガンやりましょう。 OK、英語を勉強してると発音ってほとんど習わないです。例えば英会話スクールでも発音ってちょこっとやるんですけど、まあ、それほど実はやらないですね。やらないですよね。英会話スクールに通っている方はよくわかると思います。OK? そして英語の本とか教材で勉強している方、発音をマスターしよう、発音を良くしようと思っている方、こういう方もたくさんいらっしゃると思います。でもそういう方は実際に教材を使って頑張って発音練習してても自分がちゃんと発音できてるかどうかがわからない。だからできてるかどうかわからないからそれでモチベーションが下がります。 OK? で、まあ発音っていうのはその場で確認し合いながらやっていくもので、で一回じゃ治らないので、やはりこう継続的に直したり気をつけたりしていくものなんですね。だから正直言うと教材とかで発音をマスターしようというのはかなり難しいです。なぜなら自分が出している音が正しい音なのかどうか確認のしようがないからです。先生がいれば、あ、そこはそうじゃなくてこういう発音ですって、ちゃんとこういうふうに発音するんですよって教えてくれるんですね。でも実際教材見たり聞いたりしてやっても誰も確認してくれない、チェックしてくれないから自分で合ってるかどうかは確認できません。 OK? なので、まあ、そういう方は確認してもらえる、チェックしてもらえる環境を作りましょう。 OK? そして英会話に通っている方であれば、まあ、発音を重点的にやってもらってください。 OK? 発音に関して言うと、まあ、なぜ発音をしっかりと先生について習った方がいいか、これを簡単にお話します。これリスニング講座のサンプル動画でもお話しするんですが、ちょっと簡単にお話します。例えば What did you say? What did you say? という表現があるとしましょう。 OK? What did you say? ほとんどの方は What did you say? って言いますね。 What did you sayOkay. What did you say? と What did you say? って音が結構違いますよね。 OK? なので発音を覚えてください。ほとんどの方が単語一つ一つの発音を
綺麗にすれば綺麗に聞こえると思っていますが、これは大きな勘違いです。英語の発音で一番大事なのは全部つながっていることです。 OK? そう、どういうことかというと、例えば「お父さん」という単語があります。単語を一つ一つきれいに発音するのはどういうことかというと、日本語で解説する、日本語を使ってお話すると「おとうさん」ということです。 OK? それか、まあこれ単語なので、じゃあ文章にしましょう。お父さん、どこに行ったんですか？これは自然じゃないですよね。自然な発音ではありません。 OK? なので発音というのは一つ一つの単語とか、あるいは字をきれいに発音することではなくて、僕たちと同じ発音をするということです。全部つなげる、バラバラにせずに全部つなげるということなんです。 OK? So, どうなるかというと、 What did you say? まあこれは say ですけど、こう分かりやすいにこう書きましょう。 What did you say? What did you say? 下を見ましょう。 What did you say? 僕たちの実際の発音は下です。 What did you say? なのであなたも What did you say? って言ってれば通じます。 What did you say? と言ってるから通じにくいんです。 OK? そう、例えばお父さんの例で言うと、お父さん、お父さんって言ったらお父さんなんだけど何言ってるかよく分かんないですよね。それと同じです。 OK? なので僕たちが実際に出している発音と違う音だと伝わりにくいんです。だから僕たちと同じ発音をしてください。そのためには発音の練習するしかないですよね。 OK? そしてちょっと言い方変えると、発音を練習すればいいだけなんですよ。もう英語の表現も覚えてるんですよね。このコメントをいただいた方、英語の表現も覚えてるし、使う環境もあって使ってもいる。あと発音が違うから通じないだけだから、発音やっちゃえばいいわけです。 OK? そうしたらEverything's gonna be alright. もう全部 OK です。問題は何もなくなります。OK? なのでそう考えましょう。Alright? So, 別にポジティブ・ティンキングとかそういうことではなくて、問題解決モードです。問題を解決するためにどうすればいいか。で、問題も分かってるから、あとはじゃあその解決に向けていけばいいだけですね。OK? で、僕はポジティブ・ティンキングとかあんまり好きじゃないです。ポジティブ・ティンキングよりも、その問題解決しちゃえばいいじゃんっていう派なので、そうやって考えるようにしましょう。OK?OK!、Okay? Okay. So, anyway, これはすごく大事です。ぜひ覚えておいてください。そして、まあ、発音の教材、教材じゃあまりないと思うんですよ。リスニングの教材もそうなんですが、あまり発音のことで意識してないものが、発音のこと意識してないというか、この今僕がお話しした、僕たちの発音で教材を作ってる。そういうことを意識しているところは実はすごく少ないです。なので発音のものもそうだし、リスニングのものもそうなんですけど、実はすごいゆっくり話してるんですね。Okay? What did you say? で CD に入ってます。What did you say? でも僕たちは What did you say? What did you say? と言います。Okay? そこの実はズレもあります。Okay? なので、まあ、正直言うと先生について勉強するのが本当は一番いろいろな面で早いです。OK? So, I hope you try to find a good teacher for yourself. OK? いい先生が見つかることをお祈りしています。OK? So, I think I'll end it there for today. OK? 今日はこれぐらいにしておきましょう。また次の動画レッスンでお会いしましょう。See you later. Bye!